両膝と両肘で四つん這いになって、頭のてっぺんを床につけて、つま先は伸ばしておきます。骨盤を左右に傾けて、つまり骨盤の右側が右側の床に近づき、そしたら今度は骨盤の左側が反対側の床に近づきます。中央に戻して、右膝を左にクロスして床に置きます。この姿勢で骨盤を左右に何度か傾けてみてください。次に左膝を中心にして、両足を床の上で左右にスライドさせます。つまり左膝を中心に両足がピボットするわけです。右膝は床の上を少しですが滑りますね。骨盤はどうなります？足が左にスライドするとき、同じ方向か、あるいは反対側に倒れます。両方試してみてください。やめて骨盤をもう一度左右に傾けて、改善されたかどうかを確認しましょう。仰向けで休みましょう。反対の側で同じことをします。両膝と両肘で四つん這いになって、頭頂を床につけて、左膝を右にクロスして、左膝を床に置きます。骨盤を左右に数回傾けてください。次に右膝を中心に両足をピボットターンして、足が床の上を滑ると両方向に傾けることに注意してください。やめて骨盤を左右に傾けるだけで骨盤の状態を確認します。足の交差を解いて骨盤を左右に傾けてください。徐々に膝を伸ばしていきます。骨盤は倒し続けて、両膝が伸びてもやろうとせずに両足がほんの少しですけども床の上で滑りますか？